はい、どうも皆さんこんにちは。今回は今年2022年に公開されていくマーベル映画であったり、ディズニープラスで公開されていく新たなドラマシリーズについて見ていきたいと思います。まずはじめが何と言ってもスパイダーマンノーウェイホームです。こちらは1月7日公開ということで、もう公開まで1週間に迫りました。アメリカなど他の国ではもう3週間前に公開されていますが、日本では12月にはベノムレッドアビーカーネージが公開されているため、これに影響されておそらく1月7日の公開へとなっています。以前の動画でも話している通り、スパイダーマンノーウェイホームは MCU の歴代の興行収入の第3位ということで、サムライミ版アメイジングスパイダーマンよりもかなり高い興行収入となっているため、かなりの人気作であることには間違いなく、今年一番の映画と言ってもいいと思います。次にディズニープラスで新しく公開されていくのが、去年11月に公開されたエターナルズです。こちらに関しましては残念ながら以前の動画でも話しました通り、2021年に公開された映画の中では一番低い興行収入となっていて、新たなシリーズの始まりとしては少し残念な結果になってしまいました。おそらくこのようなことも影響してか、ディズニープラスでの公開は少し早めとなっています。次が5月6日公開予定のドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネスです。こちらはスパイダーマン・ノーウェイ・ホームに直接つながってくる話として、ドクター・ストレンジが中心となりながらマルチバースの謎を解いていくという話になっています。スパイダーマン・ノーウェイ・ホームで本格的に登場したマルチバースですが、ドクター・ストレンジが言っている通り、彼自身もマルチバースの構造についてはあまりよくわかっていない様子で、おそらくスパイダーマン・ノーウェイ・ホームの一番最後は敵がそれぞれの世界に帰っていくなどして、一旦はマルチバースへの扉が閉じるのだと思いますが、このように別世界から敵が来てしまうことへ対応するために、ドクター・ストレンジがワンダであったり、新たなキャラクターのアメリカ・チャベスと共にマルチバースを冒険していくという話になっていくようです。魔法つながりということでロキの登場も期待できるこの映画では、MCU のマルチバースだけではなくて時間旅行についてもわかると思います。ノーウェイホームのドクター・ストレンジのセリフでは、時間と空間、つまり時空という言葉を何回か使っているため、マルチバース・オブ・マッドネスでは時間も重要なものの一つになってきそうです。そして時間といえばロキのシリーズで大きく扱われていたテーマで、ロキはタイムパッドを使うことによってあらゆる時間の好きな場所に行くことができます。そんな時間の支配者といえばロキが一番最後にたどり着いたカングサコーンからなので、ロキのドラマシリーズとワンダービジョンのドラマシリーズ、そしてスパイダーマンノーウェイホームは全てつながってくる可能性もあります。ワンダはマルチバースとあまり関わりのないキャラクターのようにも見えますが、コミックではネクサスビーングと呼ばれており、このネクサスビーングというのは世界を変えてしまう力を持っているとされています。またワンダービジョンの一番最後、ワンダがダークホールドを読んでいる場面では、死んでしまったはずのビリーとトミーの声が聞こえてきます。おそらくこれは別世界のビリーとトミーで、ワンダはこの2人を救うためにドクター・ストレンジと一緒にマルチバースを冒険するということで納得できると思います。次に7月8日公開予定なのがソー・ラブ&サンダーです。 MCU の映画ではなかなか珍しい第4作目となるこの映画では、ソー・ダークワールド以降特に姿を見せていなかったソーの元恋人ジェーン・フォスターが再び登場して、ハンマーを持ち上げることによって新たなソーになります。また悪役としてはクリスチャン・ベールが演じるゴアダ・ゴッド・ブッチャが登場するなど、悪役もかなり見応えがあるものになりそうです。ナタリー・ポートマンといえば MCU の映画にはあまり出たくなかったそうで、例えばアベンジャーズ・エンドゲームに登場したナタリー・ポートマンは、これは新たに撮影されたものではなくて、そうダークワールドの時に使った映像をそのまま使ったそうです。そんなナタリー・ポートマン演じるジェーン・フォスターがなんと9年ぶりに戻ってくるということで、まず気になるのがこれまで一体どこで何をしていたのかということと、もう一つ気になるのはガンになっているのかということです。コミックでのジェーン・フォスターはガンになってしまいますが、ソーのハンマーを持ち上げて新たなソーになることでこれを克服しています。その次、2022年の夏頃に公開されるのがドラマシリーズのミス・マーベルです。こちらのドラマシリーズでは本名カマラ・カーンが新たな力を得て新たなスーパーヒーローミス・マーベルになり、今後は映画ザ・マーベルズにも登場することが分かっているため、ここに加わるまでが描かれていくと思います。あと面白いのはカマラ・カーンは原作コミックではインヒューマンの種族となっています。カマラ・カーンをきっかけに MCU でインヒューマンズが登場するのか分かりませんが、彼女の設定としては MCU 版で少し変えられる可能性もあり、例えばインヒューマンからミュータントなど全く別の種族に変えられる可能性もあります。また2022年で詳しく公開時期が分かっていないドラマシリーズが3つあり、それがムーンナイトとシーハルクとアイアムグルートです。この中で唯一予告編の映像が少しだけ公開されているのがシーハルクで、スマートハルクになったブルース・バナーが登場しているため、おそらくコミックの原作通り
事故に遭ってしまったジェニファー・ボルターズが輸血が必要となり、その時にブルース・バナーの血液を輸血するという流れになると思います。また12月のクリスマスのシーズンにはガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーホリデースペシャルが公開されます。日本ではまだ公開時期が決まっていない映画が一つだけあり、それがソニーが公開するモービアスです。こちらアメリカでは1月28日公開予定となっていますが、おそらくスパイダーマンとの関わりもあるため、日本での公開が遅れたとしてもドクターストレンジの前には公開されると思います。今回はディズニープラスで公開されるドラマシリーズを含めて10作を紹介してきました。皆さんはこれらの映画やドラマについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。